はじめまして、花かんざしいろはです。ニコニコチャンネルラジオピーチにて、オリジナル TL 情報局、乙女のための R な生ラジオの生放送が決定。この番組は僕も出演している女性向けの過激でエッチな音声ドラマの紹介を中心に進行していきます。僕と一緒に甘い1時間を過ごしませんか？8月26日金曜日21時より放送スタート！ご来場心よりお待ちしております。ラブ。改めてちゃんとやるんですが、はい、緊急告知でございます。はい、意外に皆さん知らないんだろう。はいはいはい。とか、もう知ってる人は知ってるんですが。まあそうですね。始まる前にちょっと緊急告知をやらさせていただきます。はい。8月の今何日ですか。ねえ、なんですけれども。はいはいはい。今ドワンゴさんがですね、はい、公式で、ホラー祭りみたいなのをやってるんですね。はいはい、まあ、毎年ですね、生放送のところ行けば、はい、もう今蜷川さんとかがやってるのかな、うん、でなんか怖い動画とかやってるのかな、はいはい、でまあいろいろやそのホラーのものをやってるんですけれども、はい、まあ、去年なんて本当に俺らもう相手されませんで、うん、で今年もそれまたやってんでしょ、うん、でさあもう何なんだろうねというふうに思ってましたらはい、はい、8月最後、はい、そのイベントのですね最後を飾るという意味でですね、はい、トリといいますか、はい、クロージングといいますか、はい、そういうのにガチシリーズ選ばれました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。もうイベントほぼ最終というか、はい、あれで、うん、ガチシリーズ、24時間一挙生放送、イエーイじゃないか、動画を回すのか、はい、動画、過去のやつ、一挙放送、プラス、はいはいはい、生放送2時間、イエーイ、きた、1時間は番組、はい、スタジオで生ガチシリーズの生をやりまして、はい、1時間なんと初、はい、ガチシリーズ、はい、生勝ちやります。イエーイ、来たー。日にちはよし君、8月の27 27日、8月27日、金曜日、はい、今日ですかね、うん、あ、土曜日です、ね、土曜日、はいはい、でも、うん、始まるのが、始まるの、一挙放送が始まるのは、26日から、はい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 ね、はい、で、生勝ちは27日だと、はい、いうことで、ひとまず、仮告知と言います、はいはい、で、なんか知んないんだけど、うん、もう知ってる人もいるんですよ、はい、なのでタイムシフト予約したりとかしてる。なるほどなるほど、何も告知してねえのに、はい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 、今の段階でもうタイムシフト予約できますんでですね、はいはいはい、まだやってないという方はですね、ぜひともタイムシフトを予約してください、よろしくお願いします。タイムシフト予約しておけば、うん、プレミアムじゃない方でも見逃してしま、うん、生見逃してしまってもタイムシフトで視聴できます。なるほどなるほど、まあ、ぜひとも生で見ていただくのが一番いいんですけど、はいはいはい、難しいという方はそちらもよろしく、はい、でもね、あまりね、そのなんていうのかな、はい、まあいいですわ、うん、まあとにかく、はい、ドワンゴさん公式、はい、ニコニコ生放送公式、はい、ということで、はい、我々が、並みいるホラーの人たちの、はい、中で、はい、ほぼメインイベント級の、はいはい、位置づけになっております、はい、まあでもいるんでしょう、まだ、まあまあ、今後ろに、うん、それはいいんだけど、おそらくドワンゴさんもの方もですね、うん、勝ちには期待しておりますと、はい、言っていただきましたので、まあでもねねえおいいや期待していいと思いますよ。一挙放送は、はい、おそらくベスト版みたいな形でいろいろ構成していこうと思ってます、はい、生放送はどこでやるかは内緒です、はい、というような形でやりますんで、26日一挙放送が始まり、はい、27日生放送やります、はい、ということで皆さん今からタイムシフトにどんどん予約お願いします。水っていうイメージ感だ、なんか変だな、なんか変ですね、これガチだ、ガチです、ダメだよし、俺これ
これ先行って何か当たったな。はい。なんだここ。行くな。行かなくて。行かなくていい。ちょっと怖い。よし、ちょっと行こうも。はい、はい、はい、はい。だからか。監督十字切ってました。最後十字切ってました。そう。だってバーベキューで、店ちゃんがなんか料理するからって言ってさ、バーベキュー会場来たらさ、結構空いてんだけど、予約でいっぱいですからダメですよ。はいはい。そうなんですよね。まあテーブル借りないとね、ここできませんから。なんかテーブルがないから焼けないって。テーブルがないから焼けない。地面でやればいいんだよ。だからダメだ。それダメなんだよ。え？たっぷり持ってきてる。2週目にして企画が頓挫ですわ。リニューアル後に。何？予約制なんかも。そう。予約制ですね。ウェブで予約もしくはもう直近になったら電話で本当にあるかどうかを確認。一元さんで来るのはあなたたちぐらいですよみたいな。って言われたん。うん。どこあそこに。うん、あそこに言われたんか。言われましたね。いやちゃんと予約してもらわないとね、もうこの時期無理だよ。まあ何を焼こう、まあ肉焼くだけでしょ。うん、どこでもいいんじゃないの。どこでもよいって言ったってさ、その注意されてさ、我が輩がね、今日フラッペまでやるつもりだから。何フラッペまでやるとボーッつってね、火をボーってやるから。そこまで考えてらっしゃったんですか。だからね、何を焼く気があるのか僕知らないんですけど。もうえ、普通に肉、野菜、トウモロコシなんとかみたいな、ああいうバーベキューじゃないですか。違うんですよ、まあ、肉をね、だから、あの、あれですよ、ローストビーフ。あ、そうなんできるんですか。はいはいはい。ほう、食べたいでしょ。食べたい、ね、食べたいね、うん、味付けしてね、はい、酒でボーってやるんだよ。 あのね実は20分前まではすごく僕は機嫌悪かったんですけど、よし君はできる子だから。どういうことだ。親切な学生さんに、半分場所代払うから炭貸してくんねえかって言ったら快く貸してくれました。え、マジですか。いやだから開けますよ。お、よっしゃよっしゃ、本当に、リニューアルして、リニューアルしてからは俺ら気合入ってるから。そうそうそう、それダメで、そのまま帰ってたまるかと、はい、ああなるほど。ローストビーフと聞いて僕もね、俺に肉焼かせろと、そうだね。じゃあ行こうか。行きましょうか。これどんだけ肉持ってきてんの。結構重いんですよこれ。いやだからいろいろさ、飲み物とか、いやもっと持ってから。なるほど。長輩の食材だよ。触るなと。なるほどね。厳選した食材を。あれだな、ちゃんと我が輩の、はい、持ってきました。網とかあるな。あ、ありました。これないとダメだから。何、どうしました。コンロがない。決定的なあれ、あれコンロって持ってきましたっけ。持ってきてますね。持ってきてました。皆さんご覧ください。あのオレンジのところまで取りに行かなきゃいけません。あれコンロって持ってってましたっけ。車じゃなくて。もちろんもちろん。じゃあこれもうじゃんけん。俺一番偉いのに。いや、いいですよ。じゃあ、僕行きますよ、ね。じゃあ、いや、これ言ったら俺は本当に嫌なやつだ。いや、分かった。いや、いいよ。じゃあ、分かった。じゃあ、二人でちゃんと。
いや、お前それ言ったら、うん、俺が一番嫌なやつだろ。お前そんな関係ないでしょとか言うのがバラエティ番組じゃないの。二人でやるから待ってる。いや違う違う、もう一回言うぞ。もう一回言うぞ。その前だと俺ただのバカままで嫌なやつだろ、うんうん、なあ、うん、ここは何言ってんすか、こんなのは平等ですよとか言わないと話が膨らまないって言ってんだよ。悪者に感じられるのが嫌なんでしょ、うん、じゃあ入りなさいよ。じゃんけんするんだよ3人で。それ最初から言ってください。いちいちこんなことは説明したくないですよ、僕。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。はいはいはい、これもう文句だけ。はい、昭和君、ジャッキンポイ。あああらま。行ってらっしゃいませ。場所わかりますか、はい、大丈夫ですか。はい。よし、それでは行きましょうか。はい、いいよ。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあ行っていただいて。もうまっすぐそのまま。心いい学生さんたちがいるもんだな。はい。まあ一番目立っちゃうこと何も知らずにな、うん、心よくありがとうというの、うん、なぜ目立つかって言ったら天馬さんがいるから。そうかい。我が輩はそう、もうほら子供たちガン見ですよ、ガン見。あらこんにちは。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 お騒がせします。すいません。さて、おはようの、はい、思うんだよ、うん、最近、うん、缶ジュース買いに行ってもさ、みんなジロジロ見るからさ、うん、なんでかなと思うわけだ、うん、あ、そっかって、はい、途中で思うんだよな。ほう、最近でもね、本当にこれが、うん、本当に普通だからな。なるほど、なるほど。ジロジロ見られても、はい、おはよう、これ普通だから、うん、ね、なんか大丈夫ですか、自分に言い聞かせてるように言われてますけど。あー、そこで泣いてる男どもな、うん、おはよう、一瞬で泣き止ませることができる、うん、なるほど。あ、そうだ、できるよ、その力がある、はい、天狗のパワーはすごい。なるほど、余計に泣くっていう可能性もあります。どっちかだろうね。どっちかだろうね。ちょっと疲れたから休んだけどな。あ、いい匂いがしてる。おめでとうございます。非常にね、いろいろ焼いてらっしゃる、いい匂いがしてますよ、はい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 、ねえ、お腹がね、出てきましたから大丈夫ですか。位置はどの辺なんだい。まだまっすぐですね。結構奥の方ですので。結構奥かい。はい、いや、みんなやってる ね、 ね、この海を見ながらのバーベキューっていうのはオツですね。やってるやってる、うん、いいと思います。飛び込みは禁止らしいですよ。だから、ね、飛び込むかい。ここから飛び込んだら多分死にますよ。どうして、どうしてそう思うんだい。いや、だいぶだいぶ着込んでらっしゃいますからね、これね。で、多分バーンって深くなってたらアウトだよ。あれだ、うん、今日ね、はい、ちょっと我が輩がこうやっと知ったこと言ったらね、ほう、あれだよ、君のところだけ本当生で出すからな。フラッペさせないよ。フラッペさせない、させてないところ食べますよ。気をつけます。だろ、食べたいだろ、肉食べたいですね。美味しい肉食べたいね。お腹が減ってますね。お、漁に出られる方がね、もう行ってらっしゃいます。何を取りに行かれるんでしょうか、ね。気持ちよく言うよ、うん、酔っ払いの方も酔っ払われてるね。そうですね、皆さんね、夏休みなんでしょうね、うん、うちらに夏休みというものはないですから。そうだな、ね、こうやってね、バーベキューに参加するって言っても、はい、お仕事でございますから。なるほど、まあ、でもお仕事でも、うん、ちゃんとね、うん、美味しくいただくのも、はい、それはお仕事でございます。もちろんですね。そうですね、ありがとうございます。どこだい。もうちょっと先。あの、一番奥かい。一番奥ですね。よいしょ。あの子たちかい。あそこの3人、40番のね、3人ですね。まあ近づいてるよ、まあ怖いだろうな。そうですね。すいません、よろしくお願いします。すいません、ちょっとお借りします。
邪魔にならないですね、この方でね。あ、いい匂いが。この辺行かれたらどうしたと思うんですか？え？多分。こっちの方がいいかい？こっちの方がいいじゃないですか。はい、この上でできるかな。あ、この上でやられるんですね。この上でできる。なるほど。キャプテンスタック。カミングスーンナー。カミングスーンナー。もうすぐ我が輩のケンちゃんの料理させろ。うん、カミングスーンナー。まもなく来る今。今礼儀語で Now on sale soon じゃない。そうだよな。今から火が来るから。火がね。ね。今度は火が持ってくるから。はい、すごいすっごいスーパーコンロをな。なるほど。持ってくるから。うん、じゃあ監督が次会うときは、うん、火が来るときです。おかえりなさい。コンロでございます。お疲れ様でございます。では手始めるかい。じゃあよろしくお願いします。わかりました。それではゆずさんの、はい、よし。すみません、ちょっと騒がしくなりますけど、お構いなく、お気になさらず。本当だ。新型だから。アメリカで今度。ただ外で調理するっていうだけじゃないか。うん。炭で焼くわけでもなく。なく。え？いや、炭で焼かないですか。何ですか。ローストビーフですか、ね。これなんてね。うん。いい匂いしてますよ。結構時間かかるよ。面倒。これだったらね。カシャパンカシャパン。なるほど、わかります。早いでしょ。はい。まさかガスコンロガスまでないってことはないですか。もう大丈夫。ああ。これ抜かりないです。ありますね。これないこと時点でもう抜かりあるでしょ。うん、だいぶ抜かってますね。気づいてくださいよ、そんなの。あれ？そんなこと言ってない。いいいい。あなたのところ美味しいのをね、一番一番欲しいのをあげようかなと思った。いいですよ。あれ、そうかい。まずちょっとあの材料をね、出していかないといけないね。はい、別にこれやったら溶けちゃいません、うん、あの下に置いた方がいいです。下で置いていいじゃないですか、うん、下にするかい。もう地べたでいいじゃん。地べたでいいですよ。お、肉が、うん、見てください。おー、奮発されましたな。結構なでーん。タスマニアンデビル。タスマニアンデビルですか。タスマニアンデビルの肉。あ、ちょっとコーラが美味しそうだ。あ、美味しそうですね。ちょっと若さんもね、このビール。あ、ビール。あ、お持ちなんですね。いただいていいですかね。あ、どうぞどうぞ。せっかくですから。ね、いただきます。あ、美味しそうに飲まれてます。ね、あ、いいですな。いや、やっぱり外で飲むコーラ美味しいですか。いや、普通に飲めるけどね。これ初めての飲むビールです。美味しいですね。あ、そうですか。そうです。よし、やりますか。はいはい、はい、それでは焼いていきましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、このね、タスマニアデビルね。タスマニアデビル出しておかないと氷が取れるじゃないですか。そうでございます。ちょっと出しておかないといけない。もうバターもね。バターいらないでしょ。え、バターローストビーフにいらないでしょ。油がないんだ。なるほど。はい。まあこんなもんでいいでしょう。網で焼くんでしょう。え？網で焼くのにバターはいらないんだ。そうだな。うん、熱くてぼーっとしてるでしょ。大丈夫ですか。そうだな。熱中症にはお気をつけください。はい、フライパンと感じましたな。ああ、そうだな。うん。だから焼いていくから。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこれね。これ地べたに置いていくといいかな。ここに置かせて。はい、よし。
シャーンって入れたら、うん、大丈夫ですか、向きとか大丈夫ですか、カチッとカチッと入れないとあれですよ、大丈夫ですか、いいですか、大丈夫ですか、これで、ちょっとこれで向きなんだよ、こういう風にこういってで、こうでしょ、そうだ、それでいいか、ちょっと熱いから大丈夫ですか、大丈夫だよ、大丈夫だ よし、しかし風がこれじゃまたあれなんじゃないですか、ね、そうだな、そんな時は、うん、これだ、電子レンジをじゃねえ、ガスレンジ、もういいですよ、テンポよく行きましょう、テンポよく行きましょう、大丈夫ですか、いや、我が家はね、夏用にね、このな、うん、この全然夏用なってませんよ、ね、うちはこっちやってくんで、ね、テグマさんそっち、こちらを進めてじゃあいいかい、通り出ていいかい、どうぞ、一回焼かなきゃいけないんだな、全然大失敗かもしれません、これ取りがない、ちゃんと折って、あれした方がいい、そうほら、もう一瞬でキッチンになったよ。ああそうだ、それと押さえておけばいい。あ、押さえなきゃいけない。なるほど。お、これほら動かない。うえ、ん。あ、もう火つけられて大丈夫です。つけられて大丈夫だ。火がつくかどうか確認してだけだ。なるほど。どうぞ進めていただいて、よし、開くから、向こうで、こんなちっちゃいあのやつで焼いてた、はい、人いましたけどね、さあ、タスマニアンデビルの肉は、はい、じゃあいきます、下味とかつけなくて大丈夫ですか、なんだうるせえなお前、分かったよ。あ、いいの。はい、ちょっと一回焼きます。あ、一回焼かれると。はい。いいんです。本当に？いいですか。ステーキとかはね、下味つけてから焼きますけど。あれな。キャンプ料理は？あ、いや。キャンプ料理に。うん、普通の、ね、調理の仕方、そして、普通のキャンプ料理の仕方、関係ないね、なるほど、我が輩流だから、ね、じゃあどうぞ、ね、こうやってね、茎が取れると、我が輩のことが気が強いだろ、その中に入れるとこれ直せないですよ、またゴミで、うん、その中にゴミを入れるとコンロを直せないですよ、そりゃそうだね、大丈夫だ。クーラーボックスから。コーラ入れられた方がいいんじゃないですか。コーラ入れるかい。コーラ入れてきましょうね。コーラ入れればいいよ。あ、なんかいい音が。当たり前だぞ。ローストビーフってこんな強火でガンガンいく。いいんだよ。言っていいんだよ。おーい、おーい、ちょっとこれ期待していいですか、これはちょっといいよ、当たり前でしょ、いい感じ、ほらこういうところでこの最初に振るんじゃないんだな、うん、こういうところでやったら、うん、あ、後からそう、そのままでいいですか、いや、まあ、徐々に、あ、焦らあっせんなよ、なるほど、あやっぱ徐々にいいんですよ、なるほど、本当にそうです、そうです、本当にだって中まで焼けちゃいけないんですよね、だから最初にガーっていったわけじゃないですか、いや違う、時間かけるんですよ、なるほどね、多分やけどしないようにちょっと、はい、でこの肉塊、うわ結構でもいい感じの、なんだかんだ言ってあなたは失敗しませんから ねでしょ、米だけですもんね、炊けないの、うん、まあそうですな、それ以外は基本的に美味しいもんね、そうですなるほどね、おお。でここもはいここで、ああなるほど、ね、あそういう感じでね、
ただ俺絶対薄いと思いますよ。だからタレあるから、タレ買ってきたからテグはね、ローストか、まあまあまあね、まあ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 だから、まあ好みがありますからね。はい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 、あ、いい匂いがしてる、ちゃんと。あ、胡椒とあるの、ね、そうです、うん、そうです、これね、し塩胡椒、塩胡椒ですね、はい、楽ですね。はあ、これなんかうまくいってますね。そうでしょう、ね、これちょっと期待してますよ。そうでしょう、いいんじゃないですか。ただ俺は味付けしたいですけどね。え、何、これちょっと味付けしたいですけどね。まあまあまあ、今日はね、天熊さんの料理ですから。ちょっとトングの方が良かったな。重たいですからね。どうですか、これ振らなくていいんです。あ、そうです、そうです。あ、はい、はい、なんか、そう、サラサラっと、なんか、サラサラっと、なんだい、なに、いやいやいや、ところが今見えたんですけど、まあそこがあれだよ、あれだよ、もう一個のタレつけて、ああ、なるほど、じゃあ塩いらないんじゃないですか。やけどしないでくださいね。おお、俺だったらですね、こう紹介してくれます。なんか、多分、ね、うん、これぐらい行くんですよ。ああ、結構行きますね。行きましたね。俺は結構これぐらい行きますよ。うん、うん、ただひっくり返すから意味ないんだな。言われてみればね。でも男のあれ味付けは、まあ、男の味付けはね。あの、天狗さん、はい、焦げてませんか。いや、いいんです、いいんです、いいんです。いいの、もうそろそろですよね。外は焦げてもいいと、うん、中がちゃんとレアになってればいいと。そう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 、本当にそうですよ、そうですよ。いや、もうだって、粉のだって、うん、焼くだけですからね。本当にこうやってぐる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 回すんじゃないですか、ローストビーフ。まあ、ちゃんとやることありますよ、ちゃんとね。菜箸1本だ、菜箸2本で、2本でやってるから、ローストビーフを作ってみせる。なるほど。ただね、これ落としちゃいけないね、うん、落とした瞬間アウトですからね。何も食べてませんからね、うん、ね、そうですね。これはごちそうですよ。あの、野菜とかはないんですか。ないですな。これに全部お金かけちゃったんだ。でもね、我が輩でもこれいいと思うんですよ。そう、いいですか、もうこれで、はい、で、あとは監督殿がバーッとかける。いやいやいや、それはもう、まあ、今のは俺ならするって言っただけなんで、うん、あれさっきより増えてますか。だいぶかけられましたね。あれさっきより増えてますか。ここでね、フィニッシュ的なね、はい、あの味付けをね、どんどんしていくんだよね。でもあんまかけると辛くなっちゃうから、うん、まあまあまあ、まあ、外側がね、うん、でもこんなものにしておきましょう。はい、はい、OK です。え、完成、完成、当たり前でしょ。ローストビーフってそんな簡単か。はい、めちゃめちゃレアです。ほう、終わりました。はい、それでは切っていきましょう。はい、お願いします。まな板的なものはあるんですか。ないんですか。ここの中、ここで、え、ででーん、果物ナイフじゃない。ワイルドですね。フルーツナイフ。ワイルドだぞ。ワイルドですね。じゃあやっぱり、あの、私が最初に、うん、はい、試食するんでしょうか。あ、まあ、そうですね。こうなると。ちょっと待ってくださいね。お皿も買ってきましたから、もちろんね。あ、用意がいいですな。はい。今、残念なお知らせだ。何でしょう。パンツがビリビリって破れました、ね。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。はい。それでは。はい。ワイルドに。ワイルドに。ザクッとね、 ここはさすがに、あの、中に置いてるやつなんで。何が、あれじゃないですか。だからそこに置くの。ここで切られたらどうですか。ここで切りますか。おうおう、これでワイルドに、ワイルドに切っていきますか。はいはい、これいいね。もうそれはいいよね。うん、熱くなければもう固まるところ、はい、はい、できましたよ。ちょっと待ってください。ワイルドですな。いきますか。はい、お願いします。はい、
ほい、ほい、おーい、おーい、あ、大丈夫だな、これ食って。ほい、ぽいぽい。いや、これローストビーフじゃないですか。食べてみなさいよ。この切れをね。これ大丈夫か。いやいや、それローストビーフ。どうですか。ちょっとあのタレをタレあタレをね塩でいいです塩で、はいはい、ほらほらこれバッチリですすごいいい感じです切り身はね確かにローストビーフな、うん、はいこれねこれをかけてみてくださいまあソースをねソースねソースねはい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 あ、そういう感じでね、はい、どうでしょうかちょっと嫌いではないです。あ、そうですか。あ、そうですか。嫌いではないです。なるほど。もうちょっと薄く切られたらどうですかね。あ、だからもちろん、うん、今はね、まあ端っこだから。あの焦げの味しかしません。なるほど。お肉の味がもうちょっとあれですかね。あ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。はい。ワイルドですな。いい、いいか。いいんじゃないですか。はい。はい。ちょっと食べつけてね。いただきますよ。はい。ちょっといいですか。どうですか。うん。うん、これもうちょっと俺移動した方がいいと思うんだけど。いや、これが、でもこんなもんですよ。本当に？はい。これで？はい。ちょっと食べてごらん。ポポポッ！いただきますね。熱あ、こんなもんですか。どうですか。うん、ローストビーフ的にはこんなもんです、ね。そうですか。この中が冷たいんですよ。もともとローストビーフってあったかいもんね。なんですか。あ、そうですか。あったかいもんね。ただもうちょっと薄く切った方が切られた方が。まあローストビーフ。いや、これは生です。食っていきますか、本当にこれはちょっと生ですよ。もうちょっと焼きましょう。そうですか。うん、これもうちょっと火通した方がいいと思います。だから切って、火つけて、ちょっとシャシャッと焼けばいいんですか。あ、そうですね。俺それがいいと思いますよ。そうですか。それでもってもお二人はもう腸が弱いんだからね。だからあの、切るだけ切ってね。これちょっといってみましょうか。それいいんじゃないですか。これ薄いじゃないですか。あ、もうダメです。天狗さん、うん、冷たいです、肉が、うん、焼きます。何ですか、うん、これはもうちょっと、うん、あの天狗さん生焼きましょう、うん、焼きましょうかね、うん、焼きましょう、焼きましょう。言うて、タスマニアンデビル、ね、うん、あの、火つけてください。で、これ、あ、なるほど、なるほど。だからもうちょい俺、距離感近いのかな。え、あー、ね、
じゃあもうちょっと焼きましょうか。もうちょっと焼いた方がいいと。確かにこれ、ね、食べる時間に時間かかりますか。確かにだいぶね。大丈夫かい君たち、うん、君たち超大丈夫かい。超大丈夫大丈夫大丈夫、うん、じゃあ、 肉が焼けるまでちょっと、うん、次は肉が焼けると思う。あ、でも この辺もう薄いからパッともうめくったらもう焼けてると思うんですよ。切りながらやるとちょうどいいかもしれないですね。あ、これ、うん、ほら、ね、もう火通ってると思う。いい感じだ。また肉の焼けるね、いい匂いがしてます。これローストビーフですか。ローストビーフですか。これをちょっと食べてみてくれよ。はい。あ、じゃあ。最初のいいよ。あ、これを。いいですか。もうちょっとここに。うん。もうちょっとタレをつけて。タレをつけていただいて。これもうローストビーフじゃない、焼肉だよ。やばい、焼肉です。うん、ちょっといただきますね。はい、どうぞ。確かにね。熱っ、熱っ。うん、おいしい。いける？うん。これ、いってみてください。はい。いってみましょう。うん。よければ。じゃあ、ちょっといただきます。いや、手で、うん、ちょっと持ってくれ。これは美味しい。タスマニアンデビル、うん、侮れなし。どうですか。うまい、うん、任せてください。あ、これ美味しいと思いますよ。あ、カブケル。いやいや、まあまあまあ、いいからいいから。まあまあまあ、いっちゃってください。いや、俺もカブケル。あちゃけけけ、あちゃけ。で、ナイフはどこだい。はい。でもね、これも焼肉だね。うん。うん。いきますよ。うん。うんうん。うん。ギルラテンチャロうまいな。なかなか切れないですね。切れない。まあ肉用ナイフじゃないですよね。俺だったらちょっと引かれる。ね、うん、これをもうちょっと火をね、うん、読めた方がいいかな、うん、これは美味しいと思いますよ、うん、あ、よし、どうぞ、いいぞ。今、食べてるんで。あ、いいですよ、置いといてください。どうですか。イケメンのところに力何か出す、うん、いいですね。うん、これはいいんじゃないでしょうか。グラップラーバキみたいですね。なるほど、野生の、ね、あの外野戦の時みたいな、ね、あのもしくはヤシャバルとタッカーのために。なるほど、肉をね。はい、はい、で、うん、もう焦げちゃいましたね、これ。結構焦げ焦げですけど、もう一回火止めた方がいい。一回止めた方がいいからね。こういうふうにケバブみたいに。あ、なるほど。そう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 、薄切りな感じで。
こういう感じで。あ、これは美味しいと思いますよ。そこ美味しそう。ちょっと、ちょっと焦げてるんでね。はい、ちょっと行ってみますね。どうですか？最高。ケバブ行きます。ケバブ式に。あ、もう一回止めた方がいいよね。あ、うん。トングを持ってきた方が良かったですか？そうですな。ですな。セグマさん、これ行ってくれよ。ちっちゃい、ちっちゃい。これを。じゃあ、これ。はい。あ、そうね、一口サイズ結構いいかもしれない、うん。一口サイズシリーズいいかもしれない。そうなんだ。うん。あ、いいんじゃないですか、その感じは。いい感じでしょ。うん。剥がすって感じだね。そう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 。焚き火が欲しいね、やっぱりここは。そうですな。確かにね。うん。焚き火が欲しいよ、これ。マルボロマン。それ、ラッキーストライク。さあ、ヨウさん、これ。これは赤みがあるけれども、うん、ちゃんとしたローストビーフ。なるほど。ちょっといってみますね。うん。ローストビーフ。でしょ？うん。僕はちょっとあれヒューマンホルモンになるんで、はい、映さないですかね。なぜですか？いや、あのガッツリ食べたいですよね。皮膚を気にしながらと、はいはいはい、ちょっとあれなんで。ほら、この赤みが、あ、なるほどね、出た方が、多分今ローストビーフっぽいですね。ですね、うん。若林さん、それもらっていいですか？どうぞどうぞ、これ。これ、ぜひ食べていただきたい。これがレアな感じでね。ローストビーフっていうよりも。どうですか？うん。うまい。うまい。食らう、肉を食らうって感じ。食らうって、ね、ほら、お、ほら、どうぞどうぞ。これはね、これはね、ケンちゃん違うんだ。これは男だったら塩、塩コショウ。わー、ワイルド、ワイルドに。どうですか、塩コショウだけでグッド、なるほど。ハーレー乗って明日もうん、タバコ好きだからね。なるほどね、うん、はい、ということで、はい、なんでしょうね。他見渡すとみんな楽しそうに食ってますね。そうですね。俺らこれは俗に言うサバイバルだよね。なんでこんなに必死に食べてるんでしょうね、うちは。トウモロコシとか欲しい ね、 ね、玉ねぎとかね、うん、焼きそばとかいいね、最後に。そうですね。うちら肉買いですからね。うん、これだもん。で、来週は多分肉を、うん、あの奪いに行くんだろ。友達に潮干狩りだろ。そう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 、ね、こう置きたいということ、うん、これどうぞどうぞ、これいい感じで、はい、いい感じです。ほらふと私のほらほら、ちゃんとローストビーフになってきたよ。なってきましたね、ほら切り身がね。あ、いいですね。ちょっと塩コショウで生かしてもらっていいですか。はい、これね、焼き肉タレよりね、塩コショウの方が美味しい。なるほど、うん、こうガーッとこうね、これぐらいの感じで。男は誰も見ない。塩コショウいい。ほらほら、てんちゃんてんちゃん、はい、無口な戦士。じゃあ、お前もね、笑っていただきます。はい、あ、うまい。知れる人生。この頃なんか思った通りの音が出るようになってきて腹が立つ。いいことじゃない。はい、これもこれ、これもう一段細切りにした方がいいかもしれない。どれですか？これこれこれ、これですか、うん、もうちょっといきますか。ちょっとね、これね、うん、あ、いいじゃない。ほら、野生の証明だからね。そうですか、男は。あ、いいじゃないですか。じゃあこの辺かけておきましょう。バーッと。もうそうね。黙って。いや、開けすぎだろ。いや、これがいいんだって。
これぐらいがいいんですよ。ああ、美味しいですか、うん、黙はてだからさ、うん、ライトユーザーが分かる笑いを持ってけっていやこれ、うん、てんちゃん正解だよ、うん、うん、これはローストビーフだよ。大正解。これがね、この赤身は大丈夫だと思うのよ、うん、要は熱してのだからね、はい、ほらうわちょっと焼こうかこれはそろそろ焼いた方がいい、うん、はい、ということで、はい、大成功。そうですね、うん、よろしくお願いします。だと思いますんで、はい、まあ、ローストビーフは徐々に焼いてってっていう感じで本当はくるくる回すんだよ。そうです、そう、まんべんなくね、うん、で、本当に周りは焦げるんですよ、はいはい、真っ黒焦げにしてもいいぐらいですね、うん、それをこう、削いでそうそうそうやるんでしょ、うん、でもこれ、うん、生でもいっちゃいそうだな。でも、もしよろしかったら皆さんもね、これ お試しいただいてタスマニアンデビルの肉塊が見つかったらね、そうそうそう、野生塊のカセットコンロと網買えばいいわ、うん、そう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 、で、野生のようにね、うん、食べるんですよ。ただ、ほっほっほっ、ただ、皆さん、生の部分だけは十分に気をつけてください。気をつけて、はい、うん、生の部分を食べるときは、もう野生だから、そう、ほっ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 ていう感じでこれ、はい、こんな感じでいかがでしょうか。ということで、ここから先は、はい、潮干狩りでございます。ええ、あ、違います、これは来週でしょ、うん、ここから先は夜でございます。はい、ほとこわほとこわ、もう、夏の車中泊は辛いよな。さすがにね、車中泊って、まあ、休めることは休めるんですよ。ただね、疲れますな。あのね、なんでか分かります？ネタネタしてるからです、体が。なるほどね。やっぱりね、思うんですよ、やっぱね、人様、そしてね、我が浜は天狗だけども、やっぱね、水じゃないけどお湯、あれ大事ですよ。大事大事、あれね、ちょっとでも、だから要は全体的に体が濡れれば元気出るんですよ。おう、要は汚いものをね、汗だとかあるわけじゃないですか、うん、ああいうのパッと一瞬でも排除できればちょっと元気になりませんか。まあまあ言われてみる、うん、あれ大事ですな。だそれができない、車中泊はね、うん、気持ち悪いね、本当に。夏なんかもうずっと来なきゃいいのに春と秋と冬だけでいいですよ。いやでも言うても、夏はやっぱりその化石の日だからね、我が輩たちも。いや、もういい、もういい、夏はいい。まあ関係ないですかね、365日ね、もう春夏秋冬言ってるわけですからね、はい、カンタさんのベターっとするの嫌なの。嫌なの、分かります、分かります。さて、今日の場所、はい、教育場所はですね、なんと言っていいのか、まあ、海辺は海辺なんですけど、某殺害現か死体遺棄現。はい、こいこい、まあ、いろいろありますよ、はいはい、ね、全部受け立ちますよ、俺は。わぁ、なんですか、なるぞ、ゴミ捨て場に手首があったとかさ、そんなん言ってきてないやん、あった試しがねえからよ、いくら右に受けたってやるよ。まあその辺ではやっぱり、その亡くなられた方の、ね、幽霊が出ると言われております、うん、受けたんすよ。これ頑張って私探してきました。はいはい、うん、よいしょ、お疲れ様でした。ありがとうございました。でも行ったら行ったで、そんな時期あるかどうかわかんねえよっていうことになると思います。なるほどね。ということで、はい、こっから先は有料でございます。後半もお待ちしてます。イエイ、あるよ。水っていうイメージがあるんだ。水、なんか変だな。なんか変ですね、これは。ガチだ、ガチ
ダメだよし、俺これ先行ってなんか当たったな。はい。なんだここ。行くな。行かなくて。行かなくていい。ちょっと怖い。よし、ちょっと急ごう。はい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 。だからか。監督十字切ってました。最後十字切ってました。そう。